それを見ておいてください、えー。日本がこれから世界とどのように関わっていくのか、先生術でわかることがあれば知りたい。これ難しいよね。まあ一応5月にもお話しましたが、詳細はこれからです。なぜかというと世界情勢そんな簡単じゃないと。ホロスコープに答えが載ってるわけじゃなくて、 まずね、こういうイベントっていうのは100年に一度のイベントなんですよ。先ほどの徳川時代以来じゃないですか。月至と日食が重なるっていうのはね。だからこの数百年に一度、地震予知と同じ。ね、えっと、頻繁に起きるわけではなくて、大きな災害地震っていうのは数十年に一度とか。まあ、あの、今起きようとしてることはおそらく100年に一度で、えっと、最も身近な出来事といった1989年の えー、まあ東西,東西冷戦の終結と天安門事件ですねあれに匹敵するでももっともっとおそらく大きいなことがこれから起きると思う今んとこそれに匹敵するとすなわち30年ぶりですよねところがもっともっと大きいおそらく70年ぶり100年ぶりの100年に1回ぐらいのイベントがこれから起きようとしてるんではないかという。 そういう時っていうのは、えっと、これも私たちの記憶している経験の内装外装。ね、それをこう使って予測するっていうことが難しいんですよね。だから、えっと、これは、いわゆるその、参考になる事例、身近な事例がないんですよね。歴史に学ぶ。ね、でも歴史に学ぶと言ったって100年後、100年前、70年前の社会関係全然違いますからね。人々の考えも全然違いますからね。だからあんまり参考にならないんですよ。 だから目の前で起きていることを逐、蓄次蓄その都度、えー、自分で分析し、現状に照らし合わせて、で、右か左か真ん中いかっていうのを見ていくという。それしかない。それはね、NASA 方式って言うんですよ。NASA 方式。聞いたことあります今も使ってるから、NASA ってさ、例えばあの宇宙船を月に送り込むときに、その軌道一応ね、描くんですよね。軌道こう、こういう軌道を、 ね、宇宙船はこういう軌道を伝って月に到着するとだけどそれってさその通りロケット飛ばないのねロケットって基本的にまっすぐしか飛ばないんですよそういう軌道はいろいろ曲線描いてよ、ね、微分方程式で求まった軌道なんですけど、ねえー、っとロケットってまっすぐしか飛ばないんですよだからどうするのか NASA 方式っていうのは、まあ、とりあえずまっすぐ行くんですよで微調整しながらまっすぐ行く進んでは 修正し、進んでは修正するという、その繰り返しなんですよ。そのな NASA 方式。とりあえず、まっすぐ行けっっ言ってまっすぐ行って、で、左行き過ぎたら右行って、また行けって言って、あ今度右行き過ぎたら左行って、その繰り返す。それを延々に繰り返す。これは NASA 方式っていうんですね。そうやって、えっと、ね、宇宙船は目的地に到達してるんです。 だから全て計算してそのプログラム通りに飛んでいる。まあ最近はわかんないよ。最近はね、コンピューターがすごく発達しているから、それはできるのかもしれないけども、もともは、そうではなかったんですよね。うん。とりあえず、行けってちょっとまっすぐ行って、あ、右、あ、左とか、そうやって、それを NASA 方式。で、えー、っと、官邸もそう。官邸もそう。万伝なんか典型的に僕そうだと思うよ。で、いわゆる現状は何か、こうじゃないかって予測を立てる。ちょっとずれる。 それを修正する。そしてまた予測を立てる。ずれる。で、修正する。そうやって、まあ、とりあえず、一歩先、二歩先を見ていく。全く見ないよりいいからね。で、十年後、百年後を見るんではなくて、そうやって見ていく。それは、個人鑑定でも僕も時々それやりますよ。うん。だから、あの、十代の頃からリーディングしていくんですよ。今、あなたこうでしょっていう、 突然言わずに、僕の場合、鑑定スタイルは、生まれ、生まれてから、今までの人生を振り返るんですよね。で、その軌道上にあるんですよ、現代、今は。で、これからもうその軌道から大きく離れることはないんですよ。そういうリーディングしますね。これも NASA 方式かもしれないですけどね。ホロスコープ見て、あなたはバシッと、今こうでしょって。<laughs> まあ、言って当たる場合もありますけどね。うん。 でも今抱えている問題っていうのは例えば、まあ、特にねややこしい問題を抱えている人は10代の時大変だったことが多いね家庭環境ですね家庭環境がやはり30代40代に強く響いていることが実に多い実に多いだからあのー、それはやっぱりそこまで遡ってでその後ずっとトレースしていくんですよリーディングの中で そうするといろいろ分かってくることがあって、ただ現時点そのままリーディング飛んでね、40歳の今、ね、相談者が40歳の時、パッと40歳の今に、今に飛んで、で、えー、ねだその問題をいろいろ分析してもん、なかなか分かんないことが多いですね。僕はこれを自分でなさ方式って言うんですけどね。それはマンデーも同じだし、個人のリーディングもそうですね。うん はい、まあそれ役に立つかどうかわかんないですけどねで一応ターニングポイントは2020年25年30年これはもう僕は5年以上前から言ってますてし,しグループの中ではね2020年2025年大変だよとはずっと言っていきましたで2020年どういうふうに大変なのまあ僕はちょっとなんか戦争があるかなと思ったんだけどまあその前にコロナがありましたよねうん。 でフラッシュポイントはまあ、前回み言ったように米中、インド・パキスタン、中東ですね。で米中に関しては、えー、これからです。でインド・パキスタンこれに中国もどうも入ってきそうですね。おそらくインド・中国、あとパキスタンがそれに悪乗りするかどうかですね。中東はあまり大きく報じられてませんけど、ね、今なお進行中です。でその時の対立軸なんですけど、まずイスラーム対キリストですね。欧米にホームグラン 欧米にこうたくさん移住したイスラム教徒によるホームホームグローンのテロですね。あと覇権争い、中国とアメリカですね。で、日本はどっちにつくか <laughs>。経団連はどうも中国、中国みたいですけどね。まあ中国についたらあの第二次世界大戦の二の前ですねえ。ヒトラーについた日本。今回は習近平につくかどうか <laughs>。まあ普通は使わないけどね。でもなんか経団連はどうもまだまだ中国。 In, インドパキスタンこれは宿命のライバルでこれはコロナが当たったから戦争はなしとはならないコロナが始まりですコロナがトリガーです歴史的に見ると疫病の後は覇権交代覇権の交代があるし当然、えー、その中で戦いがあるし同じ、えー、とあと新しい 主張っていうかまあ大体この2つがあると歴史的に見てローマの時もそうだったしえー、と「大化の改新」と言われてるそのまあ今言わないのか日本の歴史でもその仏教が本格的に日本に導入された時もあの時も疫病があったんですよね。 でもそうですね、ペストが流行った時とかもねその辺はね歴史を調べてみるとねと疫病が流行った後は、はそうですね政権交代覇権交代権力交代そして新しい新市長あるいは宗教が起こるということですねはい。 インド、パキスタンは中国がどうも今の感じだと賛成しそうですね。インド、パキスタンこのまま引き下がるかなという感じですね。でもおそらくパキスタンはどこかで悪乗りしてくるんじゃないかなという感じです。あと、まああの、覇権争い、この中国はおそらく台湾、日本、朝鮮を巻き込む可能性があるですね。だからイスラームとキリスト教の軸と、それからまあ米中覇権争いと、あとインパ、宿命の。 これぐらいなんですかね。イスラムに関しては中東も,もちろん含みます。これぐらいかな、今んとこね。で、日本はその全部にも絡んでいるということで。で、今,今日ですね。今日4時、午後4時、東京用は午後4時から、あ、間もなく部分日照が始まるんですけど、この16時11分で、昨日の万電教室もありましたけども、この8室惑星集中なんですね。 8、2の軸でこの派出っていうのはこれは不吉なんですよねまず第1に。で第2にこの日食が起きるこのナクシャトラがこれはまたムーラなんですよね。ガンダンターの領域で起きるんだよね。こっちはね。えー、こっちは無理頭ですけどね。あと1、2、3、4つの惑星が逆行していると。で土星木星。 だら不吉なことがあまりにも重なりすぎていて結構ですよ今夜今日野外に出かけるのに気をつけた方がいいまあ個人のレベルでは問題ないと思うよ職っていうのは個人のレベルじゃなくて主に社会ですねよいしょでこの職が見えるのはねこのこのこのラインですよね 今ここ問題じゃないですかあと台湾もどうかなと中国は戦闘機を台湾上空いわゆる領空侵犯してますよねあと香港あとこの広く言えばこの地域はいわゆる部分日照が見えるんでまあ朝鮮半島日本もだからまああのこの北朝鮮はちょっと今非常にやばいし。 このインドと中国も結構やばいですよね。あと台湾も決して、えー、まあ、なんていうのかな。注目しといた方がいいと思いますよ。あと、まあもちろんコロナウイルス二次感染、北京で二次感染でしょあと、<laughs> 何だったっけえー、イナゴイナゴがなんか日本に来るか来ないか。あともう一つ地震。 地震は今、うんと、ニューデリーでもね、デリーでも地震が起きてます。バッタだバッタ、そうそう。デリーでも地震が起きていて、で、ね、デリーでも地震起きてるんですよ。デリーでめったに起きないんですよ。デリーでも最近起きていて、で、それはなぜかっていう質問がね、昨日のマンデーンの授業であったんですけど、まあそれはやっぱり多くの惑星が逆行してるからね、すっごく不安定なんですよね、もう世の中が。 だからデリーでも今地震が起きてるんですよね。うん、で東京でも地震は多くなってます。もちろんあの、うん、とガルガサンヒターという古典の中には地震に関する記述があってねあとその先生術と地震に関するその中で非常に重視されてるのはこの「食」です「食」「日食」「月食」です。 今回の日食月食がどのようなあそのね結果をもたらすのかというのはこれはもうあの生きた教科書ですんで皆さん注目していってください。でその時のこれですねこれは一つのあのー、まあ今まあ先生図まだインド先生図まだあの右も左も分かんない方には何のことか分かんないかもしれないんですけど多少勉強が進んでいる方にとってはこれはちょっとね え重要なホロスコープになっていくと思います。はい